中国次第経済育成部大開発は中国において東部沿海地区の経済発展から取り残された内陸西部地区を経済成長軌道に乗せるために中華人民共和国国務院が実施している開発政策及びその結果としての経済動向を指す。その政策は2000年3月の全国人民代表大会で正式決定されたもので正殿闘争。 南水北町、聖域東湯、製造鉄道の四つが目玉プロジェクトとなっている。東商平の潜伏嫌い、の掛け声のもと、中国東部沿海地方は改革開放政策の恩恵に抑し、目覚ましい経済発展を遂げているが、内陸の諸地域は立ち遅れ、沿海地方との所得格差は拡大するばかりであった。このため、 高卓民政権は2000年から国務院に西部開発指導省層を新設して西部大開発計画をスタートさせ鉄道、道路建設などのインフラ整備や投資環境の整備、科学教育の発展などの優遇政策を実施した古近闘政権になっても引き継がれ2010年7月には今後10年間続けていくことと2015年には GDP をさらに2倍に引き上げることを確認した。2005年2月4日、恩下法首相は開発戦略が始まって以来、中央政府がすでに9600億元の財政資金を西部地区に投入したことを明らかにした。投資規模が6000億元以上に達する36の重点プロジェクトを起こしている。 またこのような中央政府の投資が呼び水となって、西部諸省の GDP 成長率は、1999年に7.2%だったが、2000年が8.5%、2001年が8.7%、2002年10.0%、2003年11.3%、2004年12.0%と、毎年のように増加した。中国西部には、甘粛 奇襲省、ネー華海賊自治区、青海省、先制省、四川省、チベット自治区、新疆ウイグル自治区、雲南省及び重慶市の重小区市が含まれる。これら地域には全国3分の2の国土面積と22.8%の人口を要し、豊富な鉱物資源や水力を含むエネルギー資源、開拓を待つ土地資源、 少数民族の多様な文化を示す観光資源が存在する。最近、国務院は中国西部の範囲に前述の中小区市に加え、内モンゴル自治区と厚生地湾族自治区も追加し、12、小区市とした。外国企業の西部地区への投資を奨励するため、各種優遇政策を実施し、全政面での優遇措置としては、当初3年間、 企業所得税率を15%に削減し、さらに輸出企業には税率を10%とする。同時に、西部省区市には、円解消市と同等な権限が与えられ、3000万米ドル以内の外資プロジェクトであれば単独で許可できる。水資源の豊富な西部で生産した電力を東部へ送るプロジェクトでは、発電容量累計3600万キロワット分の発電施設が、 すでに着工し、新たに設置された送電、変電設備の電線送延長は 13,300km を超える。また、新京や大ネーカなど西部で生産した天然ガスを東部へ輸送するパイプラインプロジェクトは2004年12月30日に商業運営が始まった。特に新京では、タリム油田、ジュンアル油田、トハ油田の三大油田と、ドクヤマゴ、 ウルムチ、クラマイ、クチャ、タリムの五大製油工場を中心とした開発が進行している。インフラストラクチャー建設プロジェクトとしては、レンクモコーとラン州を結ぶ、老海線や、青海省とチベットを結ぶ製造鉄道などがあり、新たに着工された重点プロジェクトは60件、投資額は約8500億元に達する。新たに開通した道路は、 約9万 1000km、新たに付設された鉄道は 4066.5km となっている。特に製造鉄道はチベットの海抜 4000m 地帯に鉄道を建設するという困難な作業に取り組むこととなった。先制省の管中平原だけでも4カ所の国家級開発区と3カ所の小級開発区及び数十カ所の産業パークや 科学技術パークを連動させ、電子産業、ソフトウェア、バイオテクノロジー、航空宇宙産業、軍事産業などのハイテク産業を発展させる計画である。また、ロシア、中央アジア諸国、パキスタン、インド、ミャンマーなどと国境を接する辺境地帯は、第二の黄金地帯と位置づけられている。西都、西安、ウルムチなどの西部大都市ではこれら諸国との、 貿易振興を目的とした各種貿易フェアを開催している。現実に新疆チベット、雲南などで隣接諸国と行う貿易量は増大している。中国人民銀行は2004年末現在、中国の金融機関が西部12省で実施した貸付残高が2兆9500億元に達したと発表した。ただ、 少数民族地域では依然として貧困が激しく、義務教育さえ不徹底であり、急激な産業開発とともに、長期的な視野に立脚した教育の充実も不可欠である。このため、国務院は西部各地の貧困地区に教員など、各種の資格を持った志願者数万人を送り込むなどの人的支援も行っている。また、東部沿海地方の都市が西部地区の都市と、 国内友好都市関係を結び、資金などの援助も行っている。ありがとうございます。